よ、どうも、テキトです。はい、皆さんがね、いつもポケコロを起動するときにこう可愛い絵がね、出てくると思うんですよ。で、それが今回、このポケコロファンアートコンテストっていうので読んでいくよ。あなたが描いたポケコロのファンアートが起動画面に表示されるよ。オリジナルイラストから加工画像までいろんな作品を応募してね。ということで、今回のテーマが第9回アートフェストなんですよ。で、応募期間が28日の23時59分まで。まだ結構時間に余裕があるんで、ちょっとね、俺、挑戦してみようかなって思うんだけど、まあ、先に言っとくけど、俺めちゃくちゃ絵下手なんだよ。まあ、これは先に言っとく。で、このファンアートを描くにあたってね、必須条件があって、このアートフェスタ、今回のアートフェスタに出品されたアイテムを作品の中で一つ以上描画し、応募ツイートにアイテム名を明記すること。なので、今回僕ね、いろいろ見回って、これならなんとか俺でも描けそうだなっていうやつをちょっと探しました。それが、こちら。ちょっと画像スクショなんだけど、ゆるゆるザウルス着ぐるみ。これなら、結構こう、なんていうの、ざっくりした見た目じゃん。だからちょっと、頑張れば俺にも描けそうかなって。そんで、手持ちお肉ぬいぐるみ、これを持たせて、で、背景考えて描いていくっていう感じにしようかな。じゃあ、早速描いていきましょう。サイズは 640×960 ですね。じゃあ、早速構成から考えていこうか。まず、ゆるゆるザウルス着ぐるみをどこに描くかだよね。やっぱり、右下ここら辺に描くのが一番いいんじゃないかな。目立つし。で、ここにお肉持たせて、で、ここら辺にこう、背景を描きたい。背景何にしよっかな。なんか火山だと、ちょっと被ってるんだよね。アートフェスタの販売所ショップんとこも、背景が火山だから、そうすると被っちゃうから、何にしようかな。氷河期にするか。こうして、こんな感じで、でかいな。あ、でもでかいけどいいな。いいぞ、いいぞ。ちょっと、恐竜が口開けて食べてる感、肉を食べてる感がいいな。こうしてんで、着ぐるみちょっとこうはみ出しちゃってもいいよね。こう、あー、よいしょ。ここあんまね、はみ出たくないんだよ。こういう感じでこう、そう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 。あー、いいじゃんいいじゃん、かわいい。もっとでかく描いてもいいかな。いや、こんなもんでいいでしょ。これでこうして、こうやってやって、で、こうちょっと繋げて、そんでどうしよう。顔、首が、こうだから、こういう感じで。で、デベソ描きたかったなぁ。ちょっと寝っ転がってる感じにしよう。こういう感じ。あ、いい、いいぞ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 。これで、色を少し濃くして、デベソ描こう。よいしょ。あ、かわいい。かわいいぞ。縫い目とかは後で描こう。そんで、じゃあまず顔の目から描いちゃおうか。目は、よし、これで、目どんな感じでしよっか。あ、かわいい。かわいすぎる。やばい。かわいすぎるんだけどさ、これじゃちょっとポケモンみたいになってるからな。もうちょっと目大きくていいかな。起動画面に表示するから、そうするともうちょっとでかい方がいい。あー、もうちょいでかくしよう。ああ、これだとでかすぎるな。結構ね、着ぐるみ小さいんだよ、目が。だから、ここら辺かな。ああ、いいね。よし、こんぐらいにしとこう。これで、ペイントの塗り塗り機能で、塗っちゃおう。塗りつぶしで、これ塗りつぶして、こんな感じ。ああ、でもちょっと、顔に線入れたいから、これ色変えよう。ちょっと濃いめにして、ペンにして、これなぞろっか。こんな感じで。こんな感じで。やべ。こんな感じで。やれば。多分線ができたでしょう。よし。これで、塗りつぶしをしよう。ほい。ほい。あれ？なんか変だな。あれ？あ、違う。色間違えたわ。スポイトで。よいしょ。して、塗りつぶし。あ、できた、できた。あ、かわいい。やべ、やべ、やべ。これで、今度は頭、触覚っていうかさ、トゲトゲ、角みたいなの生えてるじゃん。
背中に。それを今度は描いていこう。色はね、結構明るいオレンジだから、ここら辺の、これかな？この辺だな。よし、これにしよう。これで、描いちゃおう。よいしょ。あ、かわいい。あんまこんなとこにないんだけどね、本当は。でも、映んなくなっちゃうから、ここら辺に描いとこう。ここにちっちゃくポヨンって。よし。で、塗りつぶして、そうだな。ちょっと、ここに、こういう感じで綺麗にしよう。こうやってね。ちょっと出っ張ってる感、立体感を出していこう。OK かな。それで、色を白目にして、ペンで、ペンの小さめで、こういう感じでね。いいんじゃない？あ、かわいい。え、めっちゃかわいくない？これ。これで顔があるから、顔も描いていこう。よいしょ。ペン細めでいいよね。こういう感じで。よいしょ。ちょっとこれじゃやばいよね。これちょっとリアルすぎるよね。ダメだな。もっと可愛く。ポケコロだから、もっとデフォルメしないといけないんだ。どうしようかな。口を大きく開けてる感じにしたいんだよね。そうしたら、もうこれでいいかな。もうこれでいいかな。すごい食べたい感出てるよね。これで、ちょっとベロ描きたいから、ベロはちょっと赤めで。こういう感じで。あ、いいぞ、いいぞ。あ、すごい食べたい感伝わってくるわ、これ。これ塗りつぶしで、こうか。いいぞ。調子いいぞ、今。よいしょ。で、ここら辺ちょっと綺麗に塗って、で、後から肉を描くからね。一回黒色にして、で、細めでちょっと線入れとこう。こういう感じでね。よし。で、お目目描こうか。お目目クリクリの方がいいかな。それともちょっとこの子に合わせる。目の小ささ。ポン。あー、小さすぎんね、これは。どうしようかな。10ぐらいにしとく、太さ。ほい。かわいい。これダメだな、これ。でも、これでも、受かる可能性全然あるから。今度は手を描こう。手は、まあ同じ色でいいかな。これで、肉を食べるから、ちょっと上目にしよう。ここら辺かな？よいしょ。よし。これで、もうちょっと下かな。こんな感じかな。どうだ？よいしょ。よし、これでいいかな。これで、こうかな。ちょっとこういう、ちょっと極端に。いや、これは極端すぎるわ。どうしようかな。こういう感じ。あ、いいぞ。いいよ。これで、ここまで描いて、で、スポイトで、この薄い色を取る。そして塗りつぶして、こう。お、いいんじゃない？いいんじゃない？で、トゲトゲが手についてるから、ブラシで、じゃない、スポイトで、これだ。これを吸い取って、トゲトゲ描きます。よいしょ。よいしょ。3本かな？3個だね。ん？よく見たら4個あるな。4個。よし。これで、まずは塗りつぶそう。塗りつぶし、ポイ、ポン、ポン、ポン。そんで、ブラシで整えていくと。ちょっと小さくして、こういう感じでね。オッケー。いいぞ、いいよ。うまいよ。今んとこうまいよ。で、トゲを描く。よし。で、一応、ここも、白目の線で、こういう感じで描いておこうか。立体感大事だからね。よし。かわいい。で、今度お肉描こう。お肉の写真は、これだ。オッケー、これで、お肉でかいな。まずお肉の棒を描くでしょ？こうやって。ああ、いいね。うまいよ。今んとこ本当にうまい。自画自賛していい？マジでうめえ。今んとこ。俺の最高傑作レベルのができるぞ。そんで、この辺だね。この辺でお肉描きたいから、こういう感じで骨を終了する。
で、ここからお肉描くぞ。お肉重要。うまそうな肉を描こう。色はどんぐらいにしよっかな。ちょっと赤み帯びてるな。こんぐらいか。こんぐらいだな。いいぞ、いい、いい色してる。ちょっと太めで、ちょっと狭いから、ちょっと狭いからハンマー風にしとこう。こういう感じで、こうだ、こう。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。で、こういう感じ。どう？あ、いいね、いいね。ちょっとアンバランスな形の方が、うまそうなんだよ。逆に。よいしょ。どう？あ、いい、いい、いい。ちょっと不格好だけど、こんぐらいの方が逆にいい。そう、逆にいい感を出すわ。俺はそれでやっていくわ。で、骨を、描いて、ちょっと変だな。骨はちゃんと描こう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。骨ちょっと、あ、いいね、いいね、いいね。いいぞ。これで、とりあえず、塗りつぶしちゃおう。塗りつぶし。オッケー。これから、そうだな。縫い目作っていくか。一応、これね、お肉ぬいぐるみだからね。そう、ぬいぐるみだから、こう、縫い目を作っていかなきゃいけないんだよ。このぐらいの色だな。これで、縫い目に沿って、ちょん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 。あ、いいぞ。あ、ちょっとぬいぐるみっぽくなったんじゃない？じゃあ今度ね、着ぐるみの方に、縫い目を作ってきます。まず、スポイトで、この色を取って、で、ブラシで、ちょっと太めだね。で、顔の横かな？横だからこっちかな？こういう感じだな。ポン、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 ポン。なんかうまくいかないな。ちょん、ちょん。難しい、意外と。こうでしょ？丁寧にいこう。ここら辺から、ぷっ、ぷっ、トイッ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 。よいしょ、どうだ？お、いいぞ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 、いいよ。なんかちょっと直角、ちょっと直線すぎるけど、まあ、いいでしょう。ご愛嬌。で、ここも縫い目作っていこう。ポン、ポン。そう、縫いぐるみ、着ぐるみってわかれば、いいんだよ。はい、どう？お、いいじゃん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 。すげえいい。そんで、あー、体かけないのか。どうしよっかな。お腹の部分は、まあ、ここら辺に作っとくか。こういう感じで。ないけどね、本当は。でも、着ぐるみ感出したいから、こういう感じでしときます。いいんじゃない？え、いいんじゃない？すごい。これ、目2つつけた方がいいかな？もしかして。あ、目2つつけた方が可愛いかもしんない。え、てか、これ普通にうまくね？これ普通にうまくね？これで、今度背景描いていこう。あ、その前にこいつの肌の色を設定してやんないと。まあ肌色よね。あ、いいじゃん、いいじゃん。すっげえ人間だけど。すっげえ人間だけど、まあいいでしょう。これ背景どうしよっかな。やっぱりお肉を食べてるから、それをどこで食ってるかっていうのがすごい重要なんだよ。で、俺がパッて浮かんだのは、こう、青空の下で肉を食らってる様子が俺にはね、浮かんできた。だから、まず背景を、ちょっと綺麗な、色かぶっちゃうけど、綺麗な青にして、それから、なんかこう、空に色々描いていくって感じにしようかな。どう？ちょっと色かぶっちゃう。あ、でもかぶっちゃうけどさ、逆にオシャレじゃない？ちょっと。色が、同じような色になることによって、若干こう、統一感が出て、逆にオシャレ。逆に。逆にでいくわ。じゃあ、雲描いていこう。こういう感じね。ちょっともうちょっと白くていいな。真っ白でいいな。真っ白にしようっと。よいしょ。で、こういう感じでね。あ、いい、いい。え、めっちゃ良くない？え、これ選ばれるぜ、マジで。これマジで選ばれるぞ。よし、これで、塗りつぶしで、あ、やべ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 、ちょっと待って待って待って。俺なんでだ？俺なんでこうなっちゃうんだ？よいしょ。よいしょ。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。若干こう、まん丸じゃなくて、ボコボコってなってる感じが絵っぽくていい。イラストっぽくていいぞ、逆に。もう俺逆にでやっていくしかねえんだよ、俺。
はい、これだいぶね、もう9割5分ぐらい完成しましたね。やばくない？ちょ、俺才能あるかもしんない、絵の。やばい、超うまいんだけど。めっちゃ自画自賛してるけど、これはうまい。じゃあね、こっから少しね、手直しとかしてって、完成をドンと見せたいと思います。じゃあ、頑張るぞ。はい、完成しました。手直しするとか言って、俺ここしか直してない。ここしか直してないんだけど、無事完成しました。ゆるゆるザウルス着ぐるみ。これは入賞間違いないんじゃないか。ということでね、早速投稿していきましょう。よーし、できたぞ。ゆるゆるザウルス着ぐるみを着て、お昼ご飯ついでに日向ぼっこ。ポケコロファンアートのハッシュタグもつけて、そして画像も添付して、これでツイートします。ゴー！さあ、ツイートした。あ、皆さんフォローよろしくお願いします。というわけで今回、もしかしたらね、俺の画像が、俺の描いたイラストが、ポケコロの起動画面にね、選ばれる可能性もあるので、3月中旬頃、楽しみにしておいてください。というわけで今回はこの辺で終わります。バイバーイ。